どうも。今日はありがとうございます。いやいやいや。うちのチャンネルで、はい、ステッカーを作っているのですが、はい、以前来た時のは旧バージョンだったんですね。はい。ニューバージョンになったんです。ああ、はいはい。よろしかったら、ご自宅の冷蔵庫にでも貼ってください。ご自宅の冷蔵庫動いてないんでダメですね。あ、動いてないんです。動いてない。店の冷蔵庫の方にでも貼ってきます。じゃあよろしくお願いします。あ、すげえな。防水？防水防水。ラミネート加工を自分でやろうと。へえ。しかも間違えて二重にラミネートしちゃったやつ。バランス。またやさすがつに硬い。来たお席の方に必ず大体貼ってますので、じゃあ今回はこちらに。いいんですか？はい。前は一番卓だったんで、今回は B 卓です。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ちゃんまる子です。イエス。ちゃんまる子、29歳、独身、職業 PL。 はい、それでは行ってみましょう。ちゃんまるチャンネル、新キャラクターちゃんまる子。ちゃんまる子に似合いそうな丈の長いワンピースで、もういらない、捨てちゃうっていうようなものをお持ちの方いらっしゃいましたら、僕にぜひください。ちゃんまる子コーディネートをご紹介します。シュシュ、グラサン、ヘアターバンは100均で買いました。ワンピは古着屋さんで半額のものをゲット。合計790円。安い女じゃの。寒くなってきたから冬物ワンピとか手に入れなきゃな。はい、今日はこちら、王道屋直伝、とのまる屋、ヤシオ店さんに来ました。ヤシオ店といえば、名物、ヤシオの赤メガネこと、大沼さん、いらっしゃいますけれども、大沼さんの方からですね、ちゃんまる子以外、入店禁止。出入り禁止だったかな。まあ、どっちでもいいや。言われたんで、じゃあ行ってやるよ。あ、引けない。言葉遣いが荒いわ。というわけで今日はちょっとね、もう分かりますかね、マスカラとかいろいろこう、ビューラー、マスカラ、アイライナー、うん、いろいろやってきたんですけどね。どんなお食事提供していただけるんでしょう。それでは行ってみましょう。よし。はい、3月末のオープンから半年経ちました。王道屋直伝とのまれ屋、ヤシオ店さん。初日であれだけ美味しかったのに、もうさらにうまくなってるっていう噂ばっかり聞いてたんで、今日すっげー楽しみだったんだ。見づらいかもしれないですけど、本当にオープンまでにあと30分ぐらいあるので、はい、それでバランス取りながら、うん、はい、喉は結構出てるんで。こっちが1番。こっちは2番ですね。2番。あ、いやいや、そっか、2番。はい。鶏が。そうですね。鶏がら入って、はいはい、鶏の方の出汁も出た感じの豚骨スープ。うんうんうん、はい。で、こっちにこれを移して、そうです。調整する。はい、そうですね。明らかに色が違いますもんね。そうですね。血とかそういったのも出て、酸化して結構その黒くなって、うん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 、すごい酸化した時の感じです。血もうまみですし、アクもうまみですし、うん、あと肉のガラとかそういったの肉のうまみも出しつつやってますね。あ、なんか、はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、お待ちください。はい、ただいま、お付き合いしますね、お待ちください。はい、よろしく。はい、まもなくスープ行きます。はい、写真は欲しいです。はい、はい、お待ちくださいね。ご飯から行きます。はい、お待ちくださいね。まもなく上がってきます。どう、食べてるお客様、こういう椅子やったら言ってくださいね。遠慮なくおっしゃってください。はい、行きます。はい、お願いします。はい、行きます。はい、2つ目は
10番でいきまーす。お願いします。はい、いただきまーす。電子ラーメン3枚チャーシュー麺で注文よし。はい、電子ラーメン3枚チャーシュー麺の片面普通盛りですね。はい、どうぞ。はい、どうもしゃー、どうぞ。はい、ラストいきます。サマさん、片面の薄麺お待たせしました。味薄めしてますけど、濃かったら言ってくださいね。はい、調整いたします、どうぞ。すごいな。やられましたね。これすごいな。はい、お待たせしました。おかしいよこのテーブル。ね。はい、おかしい。全部持ってる。トノマリアや商店、本日のツイッターサービスは背脂になってます。はい、こちらが券売機となっておりますトノマル屋さんの券売機。ラーメン1杯750円ベースにいろいろなメニューが取り揃えられております。トロバラ50円、これ必須。おっと、チャンマルステッカーだ。これ初代ですね。貼ってくださってありがとうございます。今日もご来店ありがとうございます。おすすめってありますか？素敵なあなたにぴったりなセット作りますんで、お待ちくださいませ。まあ、ということで、おすすめがあるということなんで、しばらくそのまま待つことにしました。卓上はこんな感じです。いつもの王道屋さんって感じです。無限ニンニク刻み生姜。するとそこへ、お待たせいたしました。はい、お先失礼します。ハンライスと、ハンライスとツイッターサービスの背脂トッピングが届きました。お化粧していきましょう。ハンライスいつも僕頼みますからね。おすすめよく分かってるね。胡椒、ハラ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 、ライスに胡椒必須です。赤唐辛子、これもちょこっと乗せます。はい、ちょこっとちょこっと、はい、ちょこっと、はい、お酢、これをご飯にかけるとさっぱりして美味しいんですよ。皆さん必ずや、必ずとは押し付けないけどやってみてね。するとそこへ、失礼いたします。お客様お待ちしました。はい、失礼します。麺少なめですね。味玉トッピングの方で、はい、トントロ1枚固めです。どうぞ、ごゆっくりどうぞ。麺半分、半ライス、トントロトッピング、麺固め。大抵のラーメン屋さんで、私が唱える呪文だわ。この人、まだ会ったの2回目なのに、私の好みを全て把握しているというの？どれだけチャンマルチャンネル見てるの？その赤いメガネは何なの？私もかけてみるわ。チャンマル子さん、こういうのを好きじゃないですかって出してくれたこの背脂、これも間違いなく私の好みのタイプだわ。だからその赤は何なの？わかったわ。マヨネーズのキャップの赤ね。マヨネーズとメガネはかけすぎるぐらいがちょうどいいって言うわ。ヤシオ店の店長は料理人をやってきた。料理人はお客の好みを覚えるっていう。こんな私の好みを覚えてくれていたというの？大沼さん、あなたは最高の独身よ。取り乱してしまいましたクルリンパ。ライスの化粧の続き参りましょう。生姜をかけます。これ必須です。ジャギジャギ言います。無限ニンニクは私はちょろっとで十分です。ちょこっと、ほんとちょこっと、はい、ちょろちょろ、このぐらい。マヨネーズ、ニンニク取りすぎると私血行が良くなりすぎるんで、ね、顔が赤くなってちょっと桜色になって可愛くなっちゃうんで、マヨネーズとメガネはかけすぎるぐらいがちょうどいい。はい、こんな感じでございます。ほぼ真っ白ですね。さあ、マスクを外します。メガネもちょっとここでは外しておきます。それではいただきます。これメガネ外したからアイラインも分かりますね。ちょこっと入ってるのね。スープです。トノマルヤシオのスープ、半年ぶり。初日であれだけ美味しかったスープが
うまい、間違いなくうまかったです。バランスが取れてます。王道屋直伝ということで、王道屋のパンチも感じさせつつのちゃんとバランス、すげえっす。茶色、茶色いいですね、この茶色い感じがね。とのまるやしおはバランスです。だけどパンチもあります、しつけ。でも本当にそうなんだ。麺いきましょう。ご対面、これも王道屋直伝の麺なんだよな。うまいんだよな麺がうまいしか言うとりませんが、どうでしょう。うまい。半年前のオープン初日に食べた時ももう本当うまいって思ったけど、その印象がちゃんと残ってる料理ってやっぱすごいと思う。本当にうめえ。イエス。この背脂、大沼さんがね、ちゃんまる子さん絶対こういうの好きですよって出してくれたんだけど、プルプルとアボカドは乙女のためにある。俺間違ったこと言ってっか、あ、私間違ったこと言ってるかしら。ご飯にかけます。手はプルプルしていない。背脂はご飯にかけてみると、これまたね、よそのお店でもやったことあるんですけど、味付き背脂っていうんですか、ただ背脂なだけじゃなくって、なんかね、あの例えるならば焼肉のタレ、そんな感じ。ちなみにこれご飯にマヨネーズかかって生姜ものっかってるんですよ。さっぱり感が出る、あ、マヨネーズさっぱりじゃないけど、これに背脂がビタハマりでしたね。オンザライス、これ多分スープで育てなくても背脂で育ってるご飯は、先に言っちゃうと最後らへんびしゃびしゃになりましたね。うまかったな。私をこんなトロトロにしてどうするつもりなのよ。いろいろ挟んでみますけど、出します。本当にうまいんだこれ。海苔いきましょう。1枚目の海苔は海苔に背脂を浸す。これもね、マジうまいんだから。だっておにぎりの具が背脂だってごらんよ。もう遠足でお母ちゃんが弁当のおにぎりに背脂入れてくれてたらさ、多分お昼にはもう背脂がカスカスになってご飯びしゃびしゃになって、お弁当箱大変なことになってるかもしれないけどね。いやでも何これって感じ、ほんと全部かけちゃえ。半分ラーメンに入れようかなと思ってたけど、ね、いやかけちゃった。これが正解。さあ大沼さんが把握してくださってました、私の大好物トントロでございます。こんな厚みです。麺半分にしてたからね、スープに使ってたんですよね。だからなので、あのトントロがよほどよく温まっていてね、トロットロ感が、ま、さらに増すみたいな。もう背脂トロトロのトントロトロトロのもうトロ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 、隣のトットロじゃん、それ違うけど、トロ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 だし、もうあの乙女心をメロメロにさせられますので、ね、もうどの丸ヤシオ店に来られる男性の髪みんなもうあのワンピース着てくるべきだよ。それは別にいらないけど、もうなんかほんと史上最強のおもてなしを食らってる気がする。ほうれん草、これまたうまかったんだ。ちゃんとほうれん草なんだ。ほうれん草と背脂、大きい塊よ居酒屋メニューか。ビール欲しいな、ほんと。
2枚目の海苔を使います。ザブもう なんて言えばいいんでしょう。この時思い出したのは、そうだ、私家系ラーメン食べてるんだ。海苔で思い出した、この海苔と麺か、海苔と麺で思い出した自分が食べている料理、家系ラーメンなんです。そう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 、トッピング次第でね、食べ方のバリエーションなんて100も200もできるとは思うんです。今私が食べているのは私の好みのタイプ。ここで気づいたんです、トントロが2枚あったんですね。しかも厚めなやつがね、1枚目のがちょっとちっちゃめだったから、それのあの間に合わせかなとも思うけど、ちょっとだけそばに寄ってもいいですか。やっぱりね、1枚より2枚の方が嬉しいよね。大きいのが1枚も、あ、でも捨てがたいよな。人とワイワイやんのも楽しいけど、やっぱり一人も楽しいしな。これちょっと永遠のテーマだな、俺にとって。やったやった、 OK 出た。うん、ちょっと考えるわ。麺少なめ希望に対してのサービスとして味玉が一つ乗せていただけます。パカ、どうだ茹で具合は。あー、いい感じ。ハードボイルド、あ、こっちに乗せます。じゃーん、逃がしておきます。これね、白身の部分もトロッとしててね、とてもいい塩梅の味付け卵でございます。味玉をご飯に移動させたということで、チャーシューいきましょう。大きい面積、ちょっと薄めなのが1枚です。海苔もいきます。海苔、チャーシュー、背脂、生姜、マヨネーズ、俵巻き、ちゃんまる子ゴージャス、しっとりいただきましたね。いつも言っております、お口の中が大運動会、自分が好きなものの詰め合わせ、伊勢丹で売ってくれこれ。みんなあのセレブなマダムたちが買うよこれ、ちゃんまる子ゴージャス巻き。デパ地下で売ってくれこれ。セレブなマダムたちが俺の真似をして一口でパクって、あ、俺じゃねえや、私の真似をしてみんな買ってくれる 日を夢見ているわ。まあ、食べたところでね、あれを出したいんですがね、あれをちょっと、ちょうど大沼さんいたんでね、これぞタイガーアパカ、チャンマルコ無双転生バージョン出ました、新必殺技、無敵の一発出ました。ここまで来たらもうこれをやるしかない。ラーメンの方に刻み生姜をぶち込みます。ジャギ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 言わせます。かき混ぜてね、いきますよ。あなたの燃える手で麺をわしづかみにして、ただ背脂ライスもまだちょこっと残ってるからたっと食べなきゃいけないけれども、生きていたいの。皆さんこんばんは、三輪明宏です。いやいや、ちゃんまる子だからいろいろ挟んでおりますけれども、もう完食はそこです。美味しかったな、全部美味しかったな、本当な、うん、まさにとのまる屋八潮店最高。締めの儀式、お酢の登場でございます。これはやらずに済まないよな、うん、当然だ。ちゃんまる子レディーススペシャルセット、締めくくりのお酢でございます。ジャブジャブ飲んどります。左下、左下、強パンチでタイガーパカ出しました。これ小タイガーパン、中タイガーパン、左下、
左下ということは、これあのツープ側に立った時の下がったですね。やっぱツープ側に立つと昇竜系コマンドとか出すの難しくなりますけれども、波動拳ならまだ出せるかなっていう。でも僕残業2日だった。まあ何の話だよ。それではごちそうさまでした。いやーもう本当美味しかった。ちゃんまる子スペシャルレディースセット、大沼さん本当にありがとうございます。あらやだ、女の子がはしたない。ダメですよ、もうそんなことしちゃ。とのまるやや商店さん、ごちそうさまでした。はいはいはい、でマスク外します。はい、というわけでとのまるやや商店さん、お食事終了いたしましたけれども、美味しすぎたわ。いや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 、おかしいでしょ。どういうことだあの背脂は。なんか背脂に焼肉のタレみたいな味がついてるんですよね。ご飯にめちゃくちゃ合うんですよね。ラーメンにも入れようかと思ったんだけど、普通にご飯に全部かけちゃいました。マジうまかった。おかしいおかしいおかしい。スープがまず一口目からちょっと本当に美味しかったんだもんだって。どうしよう。え、それに尽きる。というわけでとのまるや八潮店さん、大沼さん、今回は本当にお誘いいただきありがとうございました。ちゃんまる子は大変満足しています。おかしいこの店、本当にありがとうございました。ということでまた美味しいと面白いを求めて旅を続けていきたいと思います。それでは。Yeah, yeah, yeah. Time up.